で、基本的なちょっとリリース入れますか。でロットはこれより、下げないでください。要は下げないってことはグリップを上に上げてティップを下に下げない。こうするとロットがあまり仕事しなくて魚がバレるとバレちゃうんで、平行か平行よりちょっと下ぐらい気味でお願いします。でラインは30センチから50センチぐらい出してください。このぐらいですね。多分今40センチぐらいだと思うんだけど、で必ずしゃがむ。でしゃがんだ時に池に向かってまっすぐにならないで、今ちょっとカメラこうなってるから、必ずリリーサーが左手だったらクロスしてこう池に向かってもらいたいんですね。真正面向かないで。なぜならこれ引く時に手が届くんですよ。でこれ真正面だと手が届かないんで、体入れて肩入れちゃうんですね。こうやってで肘引くんです。これだと遠く届きますよね。だけど真正面だとここまで持ってこないと、で肘も引きにくいんですよ。ところが横を向いてたら肩は入れられるし肘は引けるんで遠くまで届くんですね。で、いつも言ってますけど、肘を回すとこれが魚がどんなでかくても50センチでも60センチでもこうやってやると魚回るんですよ。こうやって今これ時計と逆方向の方向に回してます。で今度は、時計方向に回します。肘を回すんですね。肘を回すとこうやって魚って回るんです。でよく言われるのが、ネオさんなんでそんな綺麗にリリースできるんですかっていうのは、遠くで取れる位置をもう決めてるんですね。で遠くで魚が取れる位置っていうのはここですね。今もう一回回しますね。回してこっちを見た瞬間です。こっちを見たこの瞬間です。で一気に肘引いてリリーサー前に出して、でこのリリーサーのここでラインを取ってグーって下げて、こうなったらやめます。でもう一回沖に戻すと魚が止まるんで、もう一回回してずっと持ってきて、ラインを取ってずっと下ろしてって、リリーサーの先がフックに入ったらリリーサーを押しながらロットを前に出します。簡単に外れます。で後で次っつったらもう一回やってみましょう。はい、そうすることで、魚のダメージも最小限だし、フックも伸びないで済むので、リリーサーはスムーズに、はい、かつ力を入れずにやってみましょう。はい、じゃあもう一回いきます。日陰がだんだん遠くなってきた。田村君、はい、もう一回フリッピング、ワン、ツー、スリー。フリッピング入れてロット立ててゆっくりゆっくり、ただ巻くだけですね。ロット立てて巻くだけです。はい、バイトですね。はい、すぐ戻します。はい、バイトです。はい、また釣れてますんで、このまま行きますね。はい、でこれ魚ちっちゃいんでちょっとティップを下げますね。魚ちっちゃい場合はティップを下げて魚を水から出さないようにしましょう。で最後ここで出す。はい、でティップは下げない。いいですか。平行、平行はここでも平行だし上でも平行だし、こうしなければバレないです。こうするとバレやすいんで、で平行のままラインは30センチから50センチで行きますよ。で池に向かって膝が向こうに向かう。で魚回します。でこっち向いた瞬間に一気に肘で引いてライン取って、このままで、リリーサーは下に向けて入れる。でその時、ロットを少し押し出す。これで簡単に取れます。今日はちょっとこれを繰り返しやりますね。はい、行きます。ワン、ツー、スリー。はい、前にブヨが飛んでます。目の前にブヨが。もうやだな。あ、来た。ちょっと大きいかな。ちょっとサイズから、もうマスボールできちゃってる。はい、ちょっとサイズ上がっちゃったかな、ね、唇刺されたかも、ブヨに。入ったな。はい、でこのまま行きますね。まだで足元まで来たので座ります。で膝を向こうの方に向けます。でロットをこの辺持ちます。まあ、第一ガイドの下ぐらいがいいんですけど、まあ、ここら辺でも全然いいです。このままこうやって裏返したりしない、バレちゃうんで。でこのまま行きます。で暴れてる間は何もしません。暴れてる間は、取れないので、で止まったら、で近くで暴れるんですけど、私とかリリーサーとかネットが見えるんで、離せば魚止まるんで、でここで止まるまで待ちます。でここで魚回しますよ。ゆっくり回してこっち見た瞬間に一気に肘を引きます。肘を引いてリリーサーずっと下ろしてって、このまま下に下ろせば、本当にこうやって力でやんないでほしい。そう、力でやると魚も傷つくしフックも伸びちゃうんで、そこだけ注意してほしいです。はい、行きます。よいしょ、ちょっと風強くなってきたね。もう一回行きます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブでゆっくり巻きます。ちょっと風強くなったんでロット立てません。このまま巻きフォール行ってきます。
ずっと、はい、もうバイトですね。はい、もう釣れてます。あー、バレてましたね。もう一回行きます。ゆっくりゆっくりゆっくりで、ここでリール巻いて、クリア10センチ巻いて、ロッド前に出して止めます。止めます、止めます、止めます。はい、うわ、ここが今日乗んないね。バイトすごいのに乗らない。よし、来た。はい、今みたいに上に上げます。またバスボール。今日何食べたんだこれ。今日マスボールで、ボールで、ボールホールで。はい、行きます。はい、もう一回行きますよ。膝を田村君の方に向けます。で、30センチから50センチで前を持ちます。まあ、第一ガイドとリールの間ぐらいですね。で、肘回します。肘回してこっち向いた瞬間に一気に肘引きます。で、ここでライン取ってそのまま下ろして、このまま軽くスッて水の中にリリーサーの先をつけるイメージで、その時にちょっとロッドを押してやります。はい、もう一回いきます。じゃあシェイキングいきましょうね。シェイキング、はい、シェイキング、今してます。シェイキング、はい、シェイキングして、ここでマスボールできなかったんで、ここからフォールさせますね。で、クリア10センチ出たところで止めます、フォールを。はい、で、このままですね。はい、よいしょ。はい、またバスボールできてますね。じゃあさっきのおさらいでいきます。はい、田村君の方に膝を向けて、で、肘を回して、こっちへ向いた瞬間に一気に肘引いて、このままスッスッですね。だから遠くで止めるところを決めてるので、そのまま一気に肘引けば、外れます。で、もしそこで手前で暴れたら、リリーサーを離して、また沖に戻してやると、またおとなしくなるん で必ずこの向きで持ってもらいたいですね。こっち向きじゃなくて、自分の空いてる部分が自分の方に必ず空いてる、こっち向きじゃなくて必ず。なぜならここで暴れた時にパッてラインから逃げれる。で、このままだと引っかかっちゃうと、ラインがここに絡んじゃってルアーが切れちゃう場合があるので、必ず暴れたら逃げれる体勢を取っておきます。はい、じゃあもう一回いきます。いきます。うい、もう一回シェイキングいきますね。沖からのシェイキング、あ、来てますね。もうマスボールできてますね。はい、はい、もう乗りました。で、このままいきましょう。ちょっとサイズでかいんで。で、またマスボールですね。常にマスボール、常マス。はい、魚寄ってきたんで、このままこのタイミングで耳の中に入った、虫が入った。で、一気に下がります。はい、で、暴れてるんで、暴れてるサイズは待つ。はい、で、このまま肘回して、あ、これはもう絶対外れない。こうなったら外れない。これが止まるまで待つ。沖で待つ、沖で待つ、手前で待たないで沖で待つ。はい、回しますよ。あ、これもダメですね、これもダメ。こいつすげえ元気。普通もう観念するんだけど、こいつはちょっと観念しない。さすがパスタイムさんの元気な魚。はい、いきます。ぐーって回して、こっちへ向いた瞬間に一気に肘を引いて、このままずっと取って、こうですね。このままフックが、ここのフックが、フックにリリサーが入ったら、このまま引いて下に押しながらロッドを押します。投げてシェイキングいきますよ。止めて、いい、シェイキング、シェイキングいきますよ。どこでマスボール来るか。マスボール来なくても、今マスボールできないですよ。で、ここからフォール持ってきます。で、クリア10センチとこでやめます。こうやって、はい、もうこれで釣れてますね。はい、棚はちょっと分かっちゃいましたね。で、またマスボールできてますね。はい、なんか罪の意識を感じるんだよね、これだけ釣れちゃうと。田村君なんか申し訳なくない。はい、もう一回いきますよ。 肘回して、こっちへ向いた瞬間一気に肘を引いて、このままスッスッ。はい、ここでフリッピングしましょう。ワンツースリー。なぜなら風が強すぎてシェイキングが効かない。はい、来た。うわ、もう一回ワンツースリー。フリッピング3回入れて、もう一回ワンツースリー。はい、来た。よし、来た。霊語なんで、すげえフォロー遅いんですよ。だからこれでいけちゃうと思います。波動なんで、多分何かやってくれてると思う、仕事は。はい、で、このままいきます。回して、こっちへ向いた瞬間に一気に肘を引いて、
このままスーッとピュッ、綺麗だよね。俺このリリースでさ、イタリア政府から表彰されたからさ、別にリリースじゃなくて、あの魚を大切にする食わない男、本当は食えないんだけど。はい、はい、行きます。はい、じゃあもう一回行きます。投げる、フリッピング、ワン、ツー、スリー、ちょっと大げさにやってますよ、皆さんに分かりやすいように。で、ゆっくり巻く、ゆっくり巻く、ゆっくり巻く、これね、微妙。じゃあもう一回、ワン、ツー、スリー、今度スライド、スライドですね、スライド、ゆっくり引いてます。うわ、もう一回、ワン、ツー、スリー、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、横にスライド、うわ、乗んない、乗れ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 、乗らなかった。はい、もう一回いきます。フリッピングですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。で、スライド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 。乗らない、もう一回。ワン、ツー、スリー。スライド、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 スライド。乗らない、もう一回。ワン、ツー、スリー。スライド、スライド、スライド。よし、来た。うわ、もう一回。ワン、ワンできちゃった。うお。ワンできちゃったよ、田村君。ワン、ツー、スリー。なんかあったね、ワン、ツー、スリーってな、テレビ番組あったね。なんだっけ。よく覚えてるな。最近田村君、ジェネレーションが近づいてきたよね。田村君、どんどん年取ってきて。はい、行きます。はい、行きます。はい。ワン、ツー、スリー。スライドね、スライド。今食ってほしいな。ダメだ、もう一回いく。ワン、ツー、スリー、スライド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 、来い、ガッツリ来い、ガッツリ来い、ガッツリ来い、来ない。ワン、ツー、スリー、スライド、スライド、スライド、来い、来い、もう一回いきます。ワン、来た、よし来た。ワンで来るね、手前。またマスボールですね。はい、じゃあもう一回いきますよ。今日もリリース特集。回して、こっち向いた瞬間に一気に肘を引いて、ヒュー。はい、もう一回、今話しましたね、暴れたんで話しました。もう一回いきます。ヒュー、はい、クッと押す。これさ、ガングリップ売ってないからちょっと言えないんだけど、ガングリップはさ、これ一回角度決めちゃうと持つと必ず内側向くじゃない。で、丸いやつってさ、こうやって持ち帰ってたりね、手首返したりちょっとめんどくさいんですよね。でもガングリップはもう高いんで作りません。はい、いきます。で、じゃあフリッピング入れますね。ワン、ツー、あ、もう来てる。スリー、スライド流すね。横スライド、横スライドで、ワン、ツー、スリー、横スライド。スライドはね、ちょっと乗りにくいんだよね。でゆっくりやんないと乗らないですよ。でもあんまりゆっくりやりすぎるとフォールしちゃうんで、棚がね、変わっちゃうんですよね。ここでもう一回いきますね。ツー、スリーで横スライドも、横スライドで持ってきます。ずーっとこういう感じで、こういう感じで、で最後こうやってビタッと止めてやると食ってくるんですよ。本当はビタ止めが一番釣れる、今ちょっとずっと釣れてるんでビタ止めやんないんだけど、 大物エリアだとこうやって釣っちゃうんですよね、これをサスペンドで。ただ今日はちょっと活性がいいんであんまりこれやりたくないんですけど、今ちょっと釣れちゃったんで、もう一回いきます。はい、じゃあくるっと回して、手首ですね、手首じゃない、肘ですね、肘でくるっと回して、こっちを向いた瞬間に一気に肘を引いて、このままスコーン、スコーンですね。はい、いきます。めっちゃ風強くなってきました。でも気にしません。ワン、ツー、スリー、スライド、もう一回いきます。ワン、ツー、スリー、スライド。今日面白いよね、ほら一発目でくるの。いつもさ、スライド中に来るんだけど、なんだろう今日、フリッピング中に来るね。すごいな、フリッピング中に来るってなかなかないぞ。もう一回おさらいしますね。ロッドは平行に、グリップ上に持ち上げない、最低限ここで止めてください。ヒップ下げたらバレちゃうんで、はい、でこのまま肘を回して、魚が落ち着くのを待ちます。今ちょっと暴れてるんで、本当はこれやめた方がいいですね、こうやって暴れてるときは。で回して、こっちを向いた瞬間に一気に肘を引きます。でこのままずっと取って、リリーサーの金具の部分ですね、3D リリーサーの金具の部分の中に入れて、
ロッドを押せば今みたいに力を入れないでスムーズに外れます。ネオスター。